ユリア・ハルトビクは、ポーランドの女流詩人、エッセイスト、劇作家、翻訳者、外交官。ドイツ系の性を持つが、読みは、ハルトビヒでなく、ポーランド語の発音規則によって、ハルトビクとなる。多数の著作で知られ、ポーランドで最も人気のある作家の一人である。父ルドビク・ハルトビクと、母マリアとの間に、ルブリンで生まれる。第二次世界大戦の間は、 ポーランド国内軍に所属して、ナチスドイツに対する抵抗運動を行い、主に文芸方面で活躍。1942年からワルシャワ大学の地下秘密授業に通って、勉学を続け、1944年のワルシャワ放棄後に一旦中断した後、戦後の1946年にワルシャワ大学を卒業。その後、ルブリンのカトリック大学に社会人入学をし卒業。 1947年にパリに渡りフランス政府とポーランド大使館文化部で働いた。後ワルシャワに戻り、1952年から1969年までポーランド国営ラジオ局の放送作家としてラジオドラマを中心に多数の作品を制作、国民的人気を獲得する。1970年から1974年に かけて、オット・アルトゥール・ミエン・ジジェツキと共に、アメリカに居住、ドレーク大学で教弁を取る。1971年には、カナダのオタワ大学、73年には、カールトン大学でも講義を行った。1979年には、アメリカ国務省の招きで再度アメリカに居住。1989年、ワレサ大統領の諮問機関、市民委員会のメンバーにつく。著作は、 世界各国で翻訳出版されている。晩年はワルシャワに居住。ありがとうございます。